こんにちは、ねもです。パープルアプリやっていきます。今回は H2 の SR、そして PSR の選択ガチャ券ですね。誰を選ぶべきか解説させていただきます。よろしくお願いします。で、この動画を見終わった後にね、ぜひ皆様からも、このキャラの方がいいんじゃないかとか、僕はこのキャラ選びましたとか、いろんなコメントを寄せていただければ嬉しいです。ついでに高評価いただければ嬉しいです。ということで、早速やっていきましょう。で、この3キャラですね、僕もいっぺんにデッキに入れて、サクセスさせていただいて、こうタックの性能とか、まあ、使用感をね、簡単にですが確かめてまいりました。その時にね、こう自分が気づいたこととか、こういろんな解説、いろんな情報を見て、こう自分の中で吸収したことなんかを皆さんにお話しできればいいかなというふうに思います。で、結論から言うと、まあ、今回は国見広、そして立花秀夫のどちらかを選べばいいかなというふうに思っております。で、それはもちろんこのガチャ券を手に入れる過程で、まあ、誰が手に入ったかっていうことも加味していただきながら、まあ、母体がない方はね、母体がある方を引くというよりは、母体がない方を取った方が幅が広がると思うので、まあ、そのあたりは、あるなしで判断していただければ、そのプラスで、まあ、例えば両方出たとか、どっち解放したらいいですかって場合は、まあ、ヒロかヒデオどっちかでいいんじゃないのかなというふうに思います。では、まずはヒカリちゃんからさらっと見ていきましょう。で、ヒカリちゃんに関しては、45でスペシャルタック 100%、そして筋力ボーナスが8つくテーブルになっていますね。プラスして試合経験点が 20%、いきなり35でつくテーブルになっているので、めちゃくちゃ強いです。使用感も良かったです。なので、押したいところではあるんですけど、やはり現状相棒をどこで使うってなると難しいところなんですよね。で、これから投手のね、こう強化高校が入ってくるっていう話だけ上がっているので、その時にね、ガツッと使う可能性は非常に高いと思います。相棒テーブルがね、今回強化されて、このね、45まで育てられると筋力ボーナスも8つきますし、試合経験もね、もともと20ついてるっていうことで、非常に相棒の使いやすさはね、向上したかなというところなので、ヒカリちゃんを選びたいところなんですけど、まあ、どっちかっていうともう35でね、こういいテーブル、まあもうそれこそ欲を言えば37にはして筋力ボーナスまではつけるっていうところなんですけど、37までで十分強いテーブルになっているので、まあ、他の2人のこう使用感とか、まあ、解放の恩恵とか、まあ、いろんなことを考えると、まあ、光さんに関しては、まあ、そこまで深追いしなくていいのかなというのが、まあ、個人的な感想にはなっています。で、進行イベントの方も、まあ、3回やって金徳がもらえるという形でありましたので、まあ、進行日は必ずこなさなきゃいけないっていうことで、まあ、例えばですけど、アスレテースで、彼女キャラクターと併用するっていうのは、そんなに現実的ではないかなっていうのが、個人的な感想でした。はい。ただね、今後入ってくる高校とか、それこそ、こう、ギミック的にこのデッキ構成を組んだら、ヒカリちゃんがめちゃくちゃ輝くってことはあると思いますので、その時にね、また、いろんなご紹介はさせていただきたいと思います。まあ、現状のね、僕の評価として聞いていただけたらいいかなというところでございます。そして、国見ヒロですね。で、ヒロに関しては、こう僕の中でグッと評価が、高まりました。それがなぜかというと、僕が手に入れた情報として、まあ、ファミ通さんのところで載っていた情報ではあるんですが、まあ、ヒロに関しては、強心臓は確定で、エースの風格は不確定と。ただ、コントロールが101だと、エースの風格も確定と。いうことで、金徳2個が確定のキャラ、ほぼ確定になっているキャラになっているんですね。で、もちろんね、そのコントロールを101にするのが間に合わなかった場合、間に合わなくて金徳が完走した場合の成功率っていうのは見ていかなければいけないんですけど、まあ、101にしたら確定っていうのは非常に大きいと思います。まあ、そこまでにね、こう101に持っていければ、もう何の心配もいらずに、はい、どうぞどうぞ、いらっしゃいませっていう感じになるので、イベント完走はね。なので、まあ、そこは非常に大きいかなというふうに思います。あとは、練習効果 30% が50でつくテーブルにはなっていますが、35でもね、非常に使いやすい、まあ、初強化が高くて得意練習率アップもついていて、スペシャルタック技術ボーナス、そして変化球ボーナスもね、しっかりついている変化球キャラということで、非常に使い勝手がいいキャラになっているんじゃないかなというところです。まあ、輝く場面としては、やはり投手の強化ルート高校が来た時、もしくは、まあ、十文字東高校の、緑固めですね。まあ、変化球で筋力を稼ぐような型を作るとかなり面白いんじゃないかなと
いうふうに思っているので、まあ、ヒロに関してはこう序盤一番初め情報が出てきた時、ああなるほど金徳2個でおそらく1個不確定だなっていう時よりグググググッと評価を上げて、しかもテーブルも相まって強いので、まあ、僕の中ではこれはかなり強キャラになっているんじゃないのかなというふうに思います。なんだかんだ言っても主人公ですからね。まあ、もちろんね、急速連足してほしかったなとか、いろんなこう要望とかいろんな願望とかはあったんですけど、まあ、ヒロに関しても今回非常に使えそうだなという印象は抱きました。まあ、タックに関してはもう折り紙付きの性能があると言っていいと思います。なのでヒロを選ぶのも母体がなければ当然選びたいなって思いますし、まあ、解放のところで言えばもちろんヒレオの方が解放に関してはね、特に恩恵が大きいのでそちらを優先したいんですけど、まあ、ヒロに関しても、まあ、その50を持っていきたい方はヒロを選ぶべきかなとも思っています。ただね、ヒロに関しても、まあ、スタボとかあとは普通にね変化球ボーナス初強化も高まっていく悪くないこう解放の恩恵もあるので、まあ、ヒロもこうヒデオと同等とは言わないですけどかなりこう二角したキャラとして見ていいんじゃないのかなと思っていたりはします。そして今回、まあ、メインになると言っていいと思います。やはり立花ヒデオですね。で、ヒデオに関しては45でいきなり試合経験点が 20% つくということで SR の解放恩恵はかなり大きいと思います。そして初強化が55ということでここに関してはちょっと低めになってますね。ただしっかりと得意練習率アップもあって技術ボーナー筋力ボーナー両方ついていてやる気効果150走力補給上限ということで、まあ、本当にこうタック性能も強いしこういろんな練習、まあ、打撃と筋力っていうアスレテイスやね外せないような性能をしているので、まあ、非常にねこう使うのもこうしっかりとね千丸とかあとはガチ育成でね使うのも楽しみなキャラだなというふうに思っております。で、まあ、SR に関してはこの2人を優先して、まあ、ひかりちゃんに関しては、まあ、2人の母体が出ていて、まあ、ヒデオの解放がね、まあ、やはり45まで持っていきたいキャラにはなっているので、まあ、そんなに進、まあ、結構進んだなっていう方に関しては取ってもいいのかなっていうふうに思います。ただ今回のねリセットガチャの、2回目がもうすぐ来ると思うので、それを待ってから判断するっていうのも全然いいと思います。まあ、その方が賢いと思います。まあ、2回目を引かれる方はね、引かれない方は僕としてはヒロもしくはヒデオ、まあ、こっちを選んでおけばいいのかなっていうところと、まあ、PSR に関しては正直ヒデオじゃなくてもいいなって思っています。まあ、その理由としてはやはり45の試合経験点 20% この解放恩恵がめちゃくちゃでかいっていうのと 50になった時にスペシャルタックが 65% ですね、つくにはつくんですけど、まあ、アスレテースでは正直タックボーナスはそんなに、まあ、必要ないと言っていいかなと思っているので、まあ、どちらかといえば、まあ、ヒロとか、あとはそれこそヒカリちゃんですよね。ヒカリちゃん40にしたら、さっきのね、37でもいいっていうところと、まあ、本当に初強化もね、相棒とかは大事になってくるので、まあ、大事なのは、まあ、どっちかの母体の方が大事そうかなというふうには思っていたりはします。もちろんね、その2回目で引いたキャラクター次第で、こう動くのもありだと思いますし、自分のキャラ愛とかで動くのもあると思いますし、いろいろこう考え方はあると思うんですけど、僕個人としては SR はヒロか、ヒデオで、 PSR に関してはヒカリちゃんもしくはヒロ、まあ、このあたりを選んでおけば間違いはないのかなというふうに思います。あとはねヒデオが一切引けてませんっていう方はここで PSR でパンって抜いておいてこう、まあ、40運用をしていくっていうのもなしではないと思うので、まあ、本当にこうおすすめキャラはヒカリちゃんかヒロなんですけど、まあ、ヒデオでもいいっていう本当に悩ましい今回は回になっているんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひね皆さんのご意見もお寄せいただければっていうところと、とにかくこう声を大にして言いたいのは全員強いし、まあ、それに加えヒロに関してはなんと101で、確定になると、エースの符が確定になるということで、この情報に関しては、皆さんもしっかりと把握した上でキャラ選択はしていく方がいいかなというふうに思います。またね、こう、サクセスをね、こう、ガチ育成を通して、分かったことがあれば、皆さんにお伝えしていきますので、その時にね、聞いていただいて、それまで待っていただいてもいいですし、まあ、今すぐ使いたいんだ、だったら、今のこのね、動画の内容を参考にしていただきながら、選択していただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。少しでもね、良かったなと思ってくださった方は、ぜひ高評価を置いていっていただければ嬉しいです。あとは皆さんのご感想もね、コメント欄にいただけたら嬉しく思います。また次の動画でお会いいたしましょう。